テーマは、カラーというテーマで、今までその形に対して、アプローチをずっとしてきて、その形を壊そうとして、まあ、その形を壊すことっていうのは、まあ、できるかもしれないんですけれども、その色というその形ないものを壊すことっていうのはできないだろうかという考えが浮かんで、形と色って同じぐらいその洋服にとって必要なものだと思っていて、ただその色っていうのがそのまあ流行色であったり、もうちょっとこうなんですかね、形へのこう追求をしていくデザイナーたくさんいると思うんですけど、色でその新しい色を出したり色を壊してみたりっていうのはなかなかないだろうなと思って、それをまあ自分たちなりに一回挑戦してみようというのがきっかけです。今までその形の、まあ、こうマネキンを相対化して、まあ、その何ですか、ね、原型はその絶対的ではないとか、まあ、人の体にこう空気を入れて人の体も絶対的ではないとか、あとまあこう解像度を下げることで形も絶対的ではないとか言ってきたんですけど、色っていうもの自体も絶対的ではないものだと思っていて、それはまあ、こう季節も移り変わりますし、一日の中で空の色も変わりますし、花の色も変わりますし、色が変わるって当たり前のことなんだなと思っていて、じゃあそれを、洋服でやることはできないかというのが、今回です。今回は、光に反応して、要はまあ分子構造が変わる、ような、まあ、特殊な技法を使って、洋服を染めたり糸を作ったり、プリントをしたり、しています。で、外に出ることで、その洋服は色をまとうことになって、室内に戻ると、白い洋服に戻るという、それを、繰り返すというものを、やりました。